青森信号場は、青森県青森市、大和浦町にある青い森鉄道、日本貨物鉄道、東日本旅客鉄道の信号場である。青い森鉄道線筒井駅青森駅間にあり、ここから青森駅を経由せず、直接、大羽本線、津軽線につながる貨物支線が通じている。元は、青森奏車場であったが、大幅に規模が縮小され、 現在の形態となった。規模縮小後も東北本線、青い森鉄道線と津軽海峡線、大宇本線を直通する貨物列車の機関車交換作業拠点として機能している。なお、青い森鉄道線の旅客列車の運転士及び車掌の運転時刻表にも青森という名称で等信号上の通過時刻が記載されており、JR からの移管後も最次箇所として残されている。 かつて、青森総車場は、東北三大総車場と呼ばれ、東西約900メートル、南北30から250メートル、面積は約21.5ヘクタールあった。貨車の取扱い数は1970年では1日、あたり約300両であった。裏町駅に抜ける。 当時の東北本線は奏者場の半ばを過ぎたあたりで分岐するが、奏者場自体は開設当時から現在の位置にあった。敷地墓や沿道のような形に見えるが、当時の奏者場は中央部付近に建物があった関係上佐や沿道を西部に一つ、東部に二つ組み合わせたような線路配線をしていた。この奏者場が設置されたことで、青函航路を経由する貨物の取り扱いは、 はかどるようになったが、当時青森市中心街に入る、主要道路であった柳町通りを分断することになったため、青森市の南の郊外との交通がやや不便になったことは否めない。その後、地元から古選橋建設の陳情はなされ、1986年に青森中央大橋が建設され、約60年ぶりに、創車場を挟む南北の交通が復活した形になった。 1970年代に東北新幹線の森岡駅北の建設計画策定時や1990年代から2000年頃にミニ新幹線構想が浮上した際にはここに新幹線の新駅を置くべきとの提案があった。2020年現在東武奏車場跡地の青い森セントラルパークに新駅が作られることが検討されている。本線は下り本線と 上り本線の2線。青森駅までは伏線だが、旅客船は高価になっている単線を限定使用するため、青森信号場青森駅間は実質単線扱いとなっている。そのため列車交換することがある。なお、東信号場から八戸方面への上り列車は青い、森鉄道下り本線と津軽海峡線経由の列車は大宇本線及び、 青森車両センター改装線と脳の平面、交差する。青森駅構内、滝内信号所車両センター及び、津軽線分岐転換は、津軽線、青森車両センター改装線、大羽本線の単線並列となっている。着発線は、木1番から木4番まである。貨物列車が使用し、ここで、転引機関車の交換を行い、運転手交代も行われる。 校内の信号扱いを行う信号国所、青森総合鉄道部輸送課が設けられており、JR 貨物の係員が勤務する。日本海中間線経由で、北海道と北陸、関西異性を結ぶ貨物列車は、大湯貨物支線を二度通り、東信号上にて、進行方向が変わる。校内に隣接して、JR 貨物青森総合鉄道部運転課及び、 青い森鉄道運輸管理所が設置されている。かつては転車台も存在し、稼働停止後も2010年の時点では残存していたが、2011年には撤去されており、跡が採石で埋められている。1954年の写真では、それとは別にもう一台の転車台も確認できるが、これは1989年の時点ではすでに跡形もなかった。JR 貨物は、 校内の信号扱い業務を直営で行い、創始者業務を八戸臨海鉄道に委託している。信号場周辺には公園化こそされていないが花壇があり、青森市の隠れた名所として親しまれている。ありがとうございます。